ミマナ。ミマナ、ミマナ、ミーナ。マイナス562年は古代に存在した朝鮮半島南部の地域を指す歴史地理的地名。主として日本初期に代表される日本の資料において用いられるほか、公海道碑文等に用例がある。一般的に、カヤと同一、または重複する地域を指す用語として用いられる。一般的に、 三国史に登場する、九夜韓国、和人伝、または、弁信犬横島国、関殿の後継にあたる金韓国を中心とする、弁韓、新韓の一部、馬韓の一部、現在の全羅南道を含む地域を含む地域を指す、などされる。未真諸国の中の金韓国、現在の継承南道金海史を指すものと主張する、説もある、口述。あに、九韓国、 金韓国そして、ミマナとなる地域は、弥生時代中期、全4、3世紀に入り従来の土器とは、様式の全く異なる弥生土器が急増し始めるが、これは、後のミマナにつながる地域へ和人が進出し、結果とみられる。日本語の外説諸島では、第二次世界大戦後、ミマナとは何かという問題を避けることが多くなって、いたが、和の朝鮮半島における、 軍事活動について記録している、公開同飛の資料価値についての評価高まりや、日本列島のものと類似した前方五円形墳が、朝鮮半島南部についての研究が進展した、ことから、近年では、和と朝鮮半島南部の関わりについての議論は、活発化している。大使意味なしん貴族精神禁止、その先見な王族総罰制。 枝子徳と,となり平投げ大河国園祖協部大王合参、臨機華霊水、アグリ正し悪文夫、しかも執事相場警部略しかも高タスク王室、終わり平に敵へ安都軍の人、勝ともずを浅株ぶ新官の族。未マナの語源については、三国維持初秋の唐苦国旗に見える首郎の王妃が初めて船で来着した場所である、修羅村の朝鮮後の訓読み。 ニムネイを転写したものとする、あゆかいふそのシンのが日本の学会では主流を占める。また、日本語語兆のミマナは、ニムナという語形が日本語の音節構造に合わせて開け音節か音節末シーンに母音が付加されること。この場合は、M マした後に逆行動か後続音の影響を受けて全部の音が変化することによって、後頭シーンの N が えむかした結果成立したものと推定されている。ミマナの指す領域については、そういなった二つの見方イコール講義と競技とがある。競技のミマナは、ミマナ地域にあった、金刊国、現代の継承南道金海市を指す。田中俊明や熊谷君は、金刊の名は、日本初期、慶大天皇23年4月上にこの国を構成する四つの優の一つとして登場すことから、 金冠の国名を首優のあった有名に由来するととき、本来はミマナと称される優に首優があったが、四百年の高句麗の信仰によって、本来の首優、ミマナを失って金冠に首優を移すために、国名も金冠と変更されたが、日本側では引き続き旧称のミマナが用いられたとする説を唱えている。中国及び朝鮮史料の解釈では、 こちらの用法が多いが、日本書紀では532年に、金韓国が白木に征服されてからも、それ以外の地域が相変わらず、ミマナと呼ばれているから、日本書紀の用法は公実の講義のミマナである。講義のミマナは、ミマナ諸国の繁盛である。公実の諸資料のうち日本資料では、ミマナとからは区別して用いられ、ミマナをミマナ諸国の繁盛として用いている。 中国及び朝鮮史上の解釈でも、抗議では、ミマナ諸国全域の総称とする説がある。くだらにも白らにも属さなかった領域イコール抗議のミマナの具体的な範囲は、例えば478年の和王部の上標文に見られるミマナから新官、母官にて推測できる。ここに出てくる四社のうち、ミマナは上記の競技のミマナイコール金勧国、及び 金韓国を中心とする諸国。同じくからは、上記の、競技のからイコール大から、及び大からを中心とする諸国。新韓は、かつての新韓十二国のうちまだ、白木に併合されず残存していた諸国。例えば、卓順国や肘本国、卓国など。母韓は、かつての馬韓五十二国のうちまだ、くだらに併合されず残存していた諸国。例えば、くだらに割上された。 ミマナ四件などにそれぞれが意図をする。日本書紀ではこれらの総称としてミマナという地名を使っているが、これらはこの後徐々に白木徳田らに侵食されていったため、時期によってミマナの範囲は段階的に狭まっており、領域が一定しているわけではないので注意が必要である。朝鮮史学者の田中俊明は朝鮮中国の史料ではミマナを カラ諸国の反証として用いることはなく、金韓国を指すものと結論し、日本書紀においても特定国を指す用法があるとともに、総称としての用法が認められるがそれは、日本書紀に独自の特殊な用法だと主張した。朝鮮史学者のケンタマケンは、日本、朝鮮、中国の金石文を含む23種類の資料におけるミマナとからの全用例を精査。 ミマナは特定の小国の故障ではなく、クダラにもラギにも属さなかった、諸小国の総称であること、ミマナの範囲とカラの範囲は一致しないこと、ミマナという故障は、和国と高句麗による多称であると主している。日本史学者の吉田隆は、日本書紀がカラ諸国を総称して、ミマナと呼んだとする、田中説が一般化したことを批判し、日本書紀のミマナの用法は、ヤマトが、 大和国を指すと同時に、和国全体を指すのと同様に、ミマナから、金韓国を指すと同時に、ミマナからを中心とする政治的領域の全体を指したものであると主張している。日本史学者の森正明によると、現在、2015年はミマナは、くだらやラギのような領域全般ではなく、領域内の小国金韓国を指す場合が多く、それらの複数の小国で構成される。 領域全般がかやと称数、東学説が有力視されているという。1960年代頃から朝鮮半島では民族主義史学が広がり、実証主義への反動から危機に記されている山東県の直接的な未満な支配は誇張されたものだとの主張がなされた口述。1983年に、京昌南道の昇格道一号分。 分級長66メートルが前方後円墳であると、ミネ南大学の教師都市級教授が実測図を発表したが、後の調査により、小角度1号分は、蓄生時期の異なる3期の円墳が偶然、重なり合ったもので、前方後円墳ではないとする見解を、韓国の研究者が提唱したが、小角度1号分は、日本の痕跡を消すために、 改ざん工事を行った疑惑が持たれている。これに関して1996年撮影写真は前方公園墳であったものが2012年撮影写真では3つになっているという指摘がある出展先に写真あり。朝鮮半島南西部では前方公園墳の発見が相次ぎこれまでのところ全羅南道に11基、全羅北道に2基の前方公園墳があることが 確認されている。また、朝鮮半島の前方後円墳は、いずれも5世紀後半から6世紀中央という、極めて限られた時期に成立したもので、クダラが南戦して、平丼を進める以前に存在した未真地域の西部や、半島の南端部に存在、遠筒埴庭や南東山海製品、内部を、ベンで塗った石室といった、和形遺物を伴うことが知られている。 大和王権の勢力を示す他の傍傷としては、白木、九だら、三魔名の勢力圏内で大量に出土、高栗の丘陵では、稀している、翡翠製魔垣玉などがある。戦前の日本の考古学者はこれを、大和王権の勢力範囲を示すものと解釈していたが、戦後に、朝鮮から日本へ伝来したものとする新解釈が提唱されたこともあった。しかし、朝鮮半島には、 翡翠の原産地がなく、古代においては、東アジア全体でも、日本の糸井川周辺以外に、翡翠工房が発見されないことに加えて、最新の科学蘇生の検査により、朝鮮半島湿度の曲がりが、糸井川周辺遺跡のものと同じことが判明し、日本からの輸出品であることが分かった。そのため、ミマナやから地域とその西隣の地域において支配権。 軍事動員権及び朝税権を有していた集団が、大和王権と深い関連を持つ者たちだった。ただしそれらは、大和王権に侵入した在地豪族であって、大和王権から派遣された管理や軍人ではないという意見が有力である。詳しくは、未まな日本府。ともあれ少なくとも、軍事や外交を主とする和国の機関があり、和国は、未まな地域に権限と、権益、 おそらく製鉄の重要な産地があったを有していたであろう。現代韓国では民族の誇りを養うため政府や学会が危機、考古学的成果、公海道を非、僧女和国伝等の資料を積極的に曲解する民族史観を国を挙げて推進している。1963年、金鈴徹は文国論を発表した。この主張は 三冠の住民が日本列島に移住し、各種新地ごとに文国を建てたというもので、具体的には、かや人は広島、岡山に、白木が東北にという主張である。未まな日本府の問題は、それぞれの文国がこれを争ったという解釈である。この説に対しては、日本初期を否定しておきながら、出雲神話、天孫降臨神話、神武天皇同性伝承などを歴史的事実と認め、 そこから日本本土内の文国存在の結論を導き出しているのは自己矛盾以外の何者でもない等の批判がなされ、全く支持されなかった。1 9七十年代に入り、それに同調する日本の研究者、井上秀夫は、未まな日本府とは日本書紀が引用するくだら本期において見られる故障であり、六世紀末の九くだらが高ーク白木に対抗するために和国、 大和王権を懐柔しようとして、義士、三国志関連において、朝鮮半島南部の諸国を意味していた和と日本列島の和人の政権を結びつけて、大和王権の勢力が早くから朝鮮半島南部に及んでいたかのような印象を与えているに過ぎない。実際のくだら本紀の記述では、未まな日本府と大和王権とは、直接的には何の席も持たないことが読み取れると主張した。 高麗大学教授で、日本古代史学者の金元宮は、日本初期には我が、未まな日本府を設置して、朝鮮半島南部を支配しながら、くだら、コークリ、シ三国の三国文化を反出していったことになっているに、韓国の中学校、高校の歴史教科書では、くだら、コークリ、シ三国の文化が日本に伝播される、国際関係は、説明がなされず、ただ、高 白木、ギ、クダラの三国が日本に文化を伝えた話だけを教えてり、さらに、クダラ、コークリ、白ラ三国の文化を日本に伝えたとされる話は、朝鮮最古の史書は12世紀の三国式であり、朝鮮の古代の史書は存在しないため、すべて日本書紀から引用している。しかし、日本の学者が日本書紀を引用して、我が、 朝鮮半島南部を支配したという未まな日本不説を主張すると韓国の学会はそれは受け入れることができないと拒否するのは明白な矛盾でありこうしたダブルスタンダードゆえに日本の学会が韓国の学会を軽く見ているのではないかと指摘している朝鮮学会編前方後円墳と古代日朝関係2002年では西谷た氏は 和人系くだら官僚が、堺山井流域に存在したと主張し、山尾幸久は、和人の有力者がくだらに移住し、くだら女性との間に設けた二世が、外交の使者になっている例を挙げ、そのような和人系くだら官僚の存在を主張した。日本初期、720年成立よりも古い記述を、含む、太平五乱、983年成立、殺不元気、 千13年成立も、ほぼ同様に記述している。なお、僧女和国伝によると、451年に、僧長の文帝は、和王済み、隠行天皇に否定されるに、支持説と得は、白木、三魔菜、カラ、新刊、母刊六国書軍事の号を授けたという。また、478年に、僧長の順帝は、和王部、有力天皇に否定されるに、支持説と得は、 白木、ミマナ、から新刊、母刊六国諸軍事、安藤大将軍、和王の号を授けたという。日本初期、七百二十年成立、スジン天皇城から天武天皇城にかけて、ミマナが多く登場する。地理上、ミマナが朝鮮半島における日本に最も近い地域であり、重要な地域であったことに由来し、日本の史料が最も豊富な情報を提供している。 これらの資料によると、日本和は、ミマナ滅亡後に、白木にミマナの長を要求しており、従来日本和に大し長を収めていた事実が書かれている。日本初期によれば、アスカ時代にも朝鮮半島への軍事行動が計画された。西暦562年、ミマナ日本府が白木によって滅ばされた。これを回復するための政党軍が水庫町に3度、 計画され、一度目は白木へ進行し、白木は降伏している。水戸八年、西暦六百年二月で、和国は三間なを救援するために、白木へ出兵した。坂井辺の神、坂辺の尾身が正当大将軍に任命され、副将軍は保積神であった。五つの城が攻略され、白木は降伏した。さらに、たたら、砂ら、ドルチキ、ホチクイ、いた。 和田、南から、有岸のから、あら、あららの六つの城が攻略された。南馬騎士神、何和の騎士神はお白ぎに派遣し、また、南馬騎士もクレし、何和の騎士伊タを三間ナに派遣し、両国が和国に長江を訳させた。しかし、和国の軍が帰国した後、白木はまた、三間ナへ侵攻した。翌水湖九年、六百一年三月には、大友連月、 おほとも、野村塾妃を駒に派遣し、坂本新、ぬかて、坂本のお見やらて、奥田だらへ派遣し、みまな救援を命じた。水古十年、六百二年二月、聖徳太子の弟来芽美子が、白木政党将軍として、軍二万五千を授けられる。四月に軍を率いて、筑紫国にいたり、島軍に遂営した。六月三日、九だらより、大友連月と、 坂本氏ぬかてが帰国する。しかし、姫美子が病を得て、白木への進軍を延期とした。姫美子は、政党を果たせぬまま、翌水子十一年、六百三年二月四日、畜死にて皇居。姫美子は、津王の舎は、衣装地は、山口県豊富市桑山に上がりし、派生の獅子でがこれを干渉した。水子十一年、六百三年四月、姫美子の兄大間美子、 義阜の巫女が、白木聖闘将軍に任命される。水戸11年、603年7月3日、南馬より出港し、7月6日に、針馬に到着するが、妻の舎利王女、金明天皇の王女が開始に皇居したため、大間巫子は朝廷に帰還し、計画はついえた。その後、大化2年、646年2月まで見学は、高来、九だら、白木と共に、 和国へ蝶を治めていたが、同年9月に、高婿の博士黒マロ、高婿の原理が白木へ派遣され、質、人質を送ることと引き換えに、これまで、ミマナの蝶の代行納入を白木に求めることは廃止され、質として、金春秋、後のブレツ王が来日している。朝鮮半島資料は編産の際に故障を原資料の記述から書き換える傾向がある。 ミマナは次の二つの記載しかなく、最も早いものでも10世紀の成立である。2015年4月、韓国の国会は、日本の歴史教科書に、ミマナの記述があることを求断する、安倍政府の独当領有権侵奪と古代史愛局に、対する求断決議案を採択した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。